帰りたくさんはい食べます。ちょっと歩いてきたから疲れちゃった。よいしょ、ここにします。見てこっちがお肉、チキンとブリスケット、ご飯とサラダだよ。長さんは3アイテム、肉が3種類ですね。パイナップルのチキンってどんな？これ多分パイナップルチキンだよ。なるほど、うん、やっと平安が平安というか、あのすごい緊迫した、うん、あれから解放された、うん、美味しそうに食べてるね、うん、がっついてる、うん、いっぱい食べてるよ。皆さんこんにちは、メイです。前々回前回とずっと2回目のね流産をしたというお話をしてきたんですけど、先週の木曜日だったので今日が日曜日で、それから体に起こった変化だとか、あと心の変化なんかをお話ししたいなと思っています。よかったら聞いてください。まず体の変化なんですけど、私の場合は頭痛がすごくひどくてですね、どんなタイプの頭痛かっていうと、脈を打つような感じの痛みがかなり続きました。動くとねキューって血管がこうギューってなんか縮んだり広がったりするような、なんかそんな感じの痛みがあって、もうそういう時はさすがに寝ていたんですけど、夫がまあ、私の気分転換で、まあ、ドライブ連れてってくれたりとか買い物だったりとか動いたりはすることあったんですけど、本来は流産してしまった時っていうのは、まあ、手術の場合もだと思うんですけど、本当に安静にしてないといけないみたいで、私は結構3日間とか4日間ぐらい、買い物とかに行ってしまったりしたんですね。でそれでもそんなに支障はないというか、あんまり何も気にしてなかったんですけど、3日目ぐらいかな、先週のちょうどそう1週間前にお昼ご飯食べてお腹がすごく痛くなってきて、生理痛みたいな痛みはあったんですけど、その痛みがもううずくまってないと耐えられないぐらいな痛みになってきてしまったんですよね。でも本当に痛かったんで寝ていて、電子レンジで温めるタイプのパッドをお腹に当てておとなしくしてたら、徐々に痛みが鈍い痛みに変わってきたので、夕飯もその後ね普通に食べれたし、シャワーも浴びれたので、まあそんな感じで、あ徐々に軽くなってきてよかったって思ったら、なんかさなんか出たと思ったんですよ。で慌ててトイレに行って、なんかちょっとやっぱりナプキンをしてないと不安みたいな感じだったのでナプキンしてたんですね。でトイレでナプキンの上に何か乗ってたの、すごい、え何これっていうようなものが出たんですよ。生理の時も皆さんありませんか、なんかレバーの塊みたいな、血の固まったような、そういったものが出ることはあったんですけど、明らかにそれとは違う何か、なんかちょっと弾力のある硬さの白っぽいものだったんですね。で、なんだろうってすっごいびっくりしちゃって、お医者さんからは最終的にエコーで確認して、もう何も残ってない、全部きれいにしたからね、もう大丈夫だよってお墨付きをもらってたので、余計にすごい心配になっちゃって、ああこれが残ってたから私お腹痛かったんだと思って、自分で調べたりちょっと聞いたりして、ドクターの診断ではないですけど胎盤の一部だったのかなっていう感じでした。でそういったものが残ってるって痛いんだなと思って、まあ取りきれない場合もあるみたいなので、そういったものが残っていて痛みがありました。今は全くそういった痛みはないんですけど、頭痛も良くなってきて、先週の木曜日 ER に行った時は
点滴をねすごい量入れたんですよね。でむくみがすごいその後出て、ふくらはぎの辺とかあと顔とか結構むくんでました。で体重もその前より一気にブワーって増えて、なんか全然数日間落ちないなって感じだったんですけど、それも徐々にむくみが取れてきて、普段からむくみ体質なので夕方になると足とかむくんでくるんですけど、その時はやっぱりちょっとむくみがねひどかったかなって思います。あとは立ちくらみかな、立ち上がった時とか貧血とかくらーってすることはありました。なので前回それでトイレで倒れたっていうことがあったので、座りの時からもう鉄分、フェリチンですけど私はを取っていたので、倒れたりとかっていうのはなかったんです。あとは生理痛の時と同じような、なんかチクチクっていうお腹の痛みとか、ドーンとするような重い感じの、痛み、憂鬱な感じとかもありました。あとね、うつっぽくなりました。うち猫がいるんですけど、7月か6月か忘れちゃったんですけど、弟が猫を飼い始めて、まあ、子猫がちょっと成長したぐらいな、まだ大きい猫ではないんですけど、もう猫がもうちょろちょろするだけですっごいイライラしたりとか、ご飯の支度してる時とか、もうご飯食べてる時とかもアテンションでもう動き回ったりするんですね。もうそういうのだけでも本当に耐えられないぐらいイラッとしたりして、今でもなんかちょっと猫の存在がすごく神経質になってます。なのでちょっと猫に関しては協力をしてもらって、家族に、なんかご飯食べるときは別室に連れてってもらったりとか、そういう対策をして協力してもらってるんですけど、まあなんだろう、鬱っぽくなるって劣等感まずありました。すごく2回目なんでね私。あと虚無感、なんか虚しさとかそういうのが最初の診断の時よりも徐々に増してきました。ツイッターにもこれ書いたんですけど、コミュニティにも書かせてもらったんですけど、つわりの時の辛さとかも、その時にさっき猫の話したんですけど、猫がちょろちょろしたりとか、そういった時とかのうわーっていう気持ちとかも、やっぱり赤ちゃんと数ヶ月後出会えるって思ったら耐えれたというか、苦しい時も何かそれ報われる、その先に何か得られるものがあるから、その痛みとか辛さに耐えれたんですけど、それが流産って一気になんかなくなってしまった、その先得られるものが何もないと思ったら本当になんか報われない虚しさみたいなのでポカンってしちゃったんですよね。まあ、それに関して自分が不幸だなっていうことは思ってはないんですけど、それは周りの人から温かい言葉をもらったりとか、優しく接してくれたりだとか、そういったことがあって乗り切れたなって思いました。で一方でその ER に行ったっていうのもまだ請求来てないんですけど、私はつわりのちょうど辛かった時に歯の定期検診っていうのかな、クリーニングの予約してたんですけど、ちょっとねつわりの時って匂いとかよだれとかもすごいし、もうこれは別の日にしてもらおうと思って1ヶ月ぐらい先にしてたんですね。でこの1週間の間にその歯医者さんに行ってきて、どうやらなんか私まだ治療しなきゃいけない歯があるんですけど、そこの付近の歯がね虫歯になってるっていうことで、治療の見積もりをしてもらったんですよ。日本と違って、特に歯に関してなんですけど、治療費がものすごい高いんですね。日本はもう最近はまあクリーニングとか定期検診とかやるお医者さんも多いし、そういう考えを持った人も増えてきてると思うんですけど、虫歯になったら行くっていう考えだとものすごく高いんですよ。で今年1月ぐらいにまだバシって抜かなきゃいけない歯があって、その歯の見積もりをしてもらった時に見積もりが1,700ドル、まあ日本円にしたら20万とかいくのかな、で1700ドルだったのが今回してもらった見積もりで3200ドルってなったんですね。なんでそんなに高くなっちゃったのかよくわからないんですけど、もうその金額を見た瞬間にえって、まだ ER の治療費
もう分かってないのに、私アメリカで稼ぐこともできない、何の生産性もない私がなんでこんなにお金かかるんだろうと思って、こんなに生きるっていうことにお金がかかるんだと思って、その生きることがすごく贅沢に思えたんですよね。実際生きることってお金かかったりしますけどね私はこの YouTube でね、自分をさらけ出してますけど、それで皆さんのサポートで Google さんからお金を少しいただいてるっていう感じなので、グッドボタンとかね、いいねとかチャンネル登録とか、すごくねそれが励みになったりしています。そんな、なんかお金を稼ぐっていうことにすごくね、なんかあんまりいいイメージがないのかもしれないんですけど、私が生きていく術は今本当に YouTube しかなくて、本当はね言いたくないっていう気持ちとかもあったりはしますけど、でも知りたいって思ってる人が絶対どこかにいるんじゃないかって思って、ってそのくらいね、やっぱり妊娠をする全ての女性に起こりうることなんですよね、あの初期流産って。で、私自分が流産するまではこんなにも経験してる人が多いということを知らなかったんですよ。染色体異常だったり、止めることも防ぐこともできないっていうね、なんか切ないものっていうのをね知らなかったので、なんか女性が悩んでるっていうのをね知ってから、自分が何かその役に立てるなら話してもいいって思ってるし、でこれで自分を責めてる人がいるんだったら、なんか本当に自分のことを責めないでほしい。だってただでさえ、さっき私が話したみたいにぽっかり穴が開いてしまったりするんですよね。誰かと一緒にいる時はいいんですけど、一人でなんかじーっとしてる時でもう考えてしまったりすることがあったりするんですよ。安静にしてなきゃいけなかったり、そういったことで余計に、あ、自分動けない、何もできない、申し訳ないみたいな気持ちとかね、そんな風に感じている女性がいると思うと、なんかね私すごく苦しいなって、自分が苦しいからなんか苦しいなって思ってしまって、それで仕事をしている女性がいたとしたら、もっとその仕事に没頭したらなんか辛さも忘れられるんじゃないかってね、無理してしまったりとか、よくコメントでも無理しないでくださいねっていうコメントいただくんですけど、実際自分が何に対して無理をしないでいたらいいんだろうっていうのがね、もう具体的に分かんなくて、自分にとっての無理って何なんだろうみたいな感じになっちゃったんですね私そのコメントくださった方には申し訳ないんですけど、自分にとって無理って何だろうみたいな、でももし同じように流産を経験されてた方がこれを見てくださってたら、なんか忘れたい気持ちとか、なんか気を紛らわしたいっていう気持ちはあると思うんですけど、ちょっとね家事をできる限り少なくしてね、理解してもらえる、例えば旦那さんだったり周りにいる人に甘えて過ごす期間、ゆっくり体を休める期間っていうので、私が今言えることはそういうことかなって思います。次のことはね、私まだちょっと考えられないんですけど、やっぱりなんか悔しいなって思ったりすることもあるし、また心のね変化が出てくると思うんです。1週間経っただけですけど、恐怖とか痛いっていうね、その辛さは徐々に徐々に小さくなるというと変だけど、薄くなってきたのかなって思います。日常が戻ってきたっていう感じもあるし、これでまたねちょっと無理して動いたりとかして頑張りすぎちゃって疲れが来たりとかね、体がしんどくなったりするのもいけないので、ちょっとずつね慣らしたりとか、またちょっと休憩したりとか、そういったことは必要になると思うんですけど、私はさっき話したように子供がいないことが不幸とかっていうふうにも思ってない。それは自分が愛されてるっていうのを感じたから、今回ダメだったかもしれないけど、自分も同じように愛されてるっていうことを大事にしたいなって思うので、無理をしないっていうのはそういうことなのかなって今思います。そういったわけで、また次もね妊活とかのお話になっていくと思うんですけど、興味のある方はまた見てください。聞いてくださってありがとうございます。じゃあね、バイバイ。